皆さんどうもどうもよろしく、わろしドラゴン TK です。ではね、今日もエンチャントアームやっていきましょう。ああちょっと待って、マジで俺んとこ見ると、こんなかちゃんなら、いや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 、もう寝ようかなにしといたらいいかとは。いや、ほんまどこにおんの。まさかこう言ったとこにおらんやな。いたー、ここでした。全然見えてなかったわ。よっ、カリン。アツマ、あなた元気そうね。ああ、なんかいろいろ吹っ切れたからさ。カリンは元気じゃないのか。そうね、ちょっと緊張してるかも。もしクイーン・オブ・アイスを倒せませんでしたなんて話になったら、お父様にもロンドンシティの人たちにも申し開きが立たないもの。まあ共同シティの奴らにもな、申し開きたかもな。そっか、そうだよな。まあその点俺は誰の期待も背負ってないけどさ。確かにだからもし死んじまったって。ハツマ、あなたは絶対に死んだらダメよ。どうして。私まだあなたを殴ってないもの。なんで。お、借金取りちゃうで。そっか、なんなら今殴る。今はダメよ。なんで。クイーン・オブ・アイスを倒した後、帰ってから殴るって決めてるの。絶対に帰ってからよ。わかった。わかった。わかればいいの。本当は好きなんやろ、アツマのこと。もう分かってんねんから。もうねえ、アツマ。何。私たち出会いは多分最低の部類に入るわよね。まあありえないくらい最低だな。けどね、最近はこう思うの。逆にそういうのもドラマチックでいいんじゃないかなって。ドラマチック？そうよ。だって障害はつきものでしょ。何？何ね。それは。あかん。あ？あ？帰ってから教えてあげるわ。今じゃダメなのか？ダメよ。心の準備ができてないもの。ああ、まあいいや。じゃあ帰ってきてから教えてくれ。覚悟しときなさいよ。あ、あかん、これもう。もうこの二人あかんて。なあ、何に障害がつきものなんだ。だから帰ってからだって言ってるでしょ。ちぇ、ケイジ。ケイジか。あ、もう。なあ。もう、それか。だから。もうその感じか。ああ、ちょっとドラマチックな。ドラマチックでロマンチックな。カリンとの夜ですね。まあ寝ましょうか。さーてと、そろそろ寝ようかな。うん、もう寝る。よし、そろそろ寝るか。明日は気合い入れなきゃいけないしな。うん、気合い入れなきゃダメだよ。アツマ、ちょっといい？ちょっとあかんて。カリン？こんな夜更けに。いいよ、入って。どうした？何か用？うん。あのね、アツマに受け取ってほしいものがあるの。受け取ってほしいものって？はい、これ。あげるわ。何？花のしおり？え？ありがとう。でも、本当にもらっていいのか。うん、あなたに受け取ってほしいの。私とアツマの絆の証よ。絆の証。そうよ。ねえアツマ。何。帰ってからって言ったけど、やっぱり今言うわ。いや、あかんて。障害がつきものなのは恋よ。恋。そう、出会いは最悪で、暴走したあなたに私は殺されかけたし、いっつもあなたはぐじぐじしてて、見ててすごいイライラしたし、何度もぶん殴ってやろうって思ったけど、それでも私はあなたが好き。
言っちゃったー。そっか、俺もカリンのこと好きだぜ。そういう人好きちゃうやろ、お前の妻は。本当？おう、ユウキも好きだし、ライガさんも大好きだ。そうやろ、そういう思った。ハンバーグカレーより好きだぜ、みんなのこと。まあね、あれはな、カリンちょっとは、ああもうどうしようも。あれ？どうしてため息なんだ？なんでもない。とりあえず、言うてすっきりしたからよしとするわ。じゃあね、初マ。おやすみなさい。おやすみ。絆の証か。よし、なんか気合い入ったぞ。トウヤ、絶対お前を助けるからな。まあそれはいいとして。皆様、よく眠れましたかの。うん、バッチリだぜ。それはよかった。では早速お約束のものを用意しておきましたのでお渡ししましょう。門の鍵です。お、太鼓の鍵。長老さん、皆さんの無事を祈っておりますじゃ。任せとけって。よし、じゃあ門のところに行こうぜ。おう、門のとこ行きましょう。カリンが合流した、ユウキが合流した、ライガが合流した。これ入れていかなあかんのがちょっとギターマに傷やね。はっきり言ってさ。あ、じゃあ待てな、アツマはパーティーから外したらダメですね。入る。ゴーレム合成はできるかなって。あ、できた。一応合成1匹だけやっていきたいと思います。で、スキル購入。あー、これか。まだ買われへんね、これ。6万4000もいるもん。これ無理やろっていうの。ちょっと待って、こっちもね、結構セラフィムコアとかね、いろいろあるんですけど、これも無理やろ、買うの。あ、一応アイテムの方買ってきますかね。ちょっと、あ、じゃあこれじゃあ、ちょカムイタン。オッケー、今度オッケー。まあこれで行きましょうかね。では行きましょい。この中入っていこう。解雇の鍵を使った。さて、どうなる？さて、どうなる？よし、じゃあ鍵を使うぞ。お？すごい。ゴーレム時代のものやから、もうすごいね、動き方がね、もう。門が開いたな。この先に、クイーン・オブ・アイスがいる氷の城があるわけよね。ああ。行くぞ、みんな。ちなみにね、ユキとかライカもやりたかったけど、それはまあ、自分の方で確認しておきたいと思います。これが、クイーン・オブ・アイスがいる氷の城。幻想的。ずいぶんでかいな。ところでさ、あの上の方にあるのは何？あの綺麗なやつ、オーロラ？おそらく。おそらくって、そうなん？マジ？エーテルだな。エーテルか。とてつもない量のエーテルがまるでオーロラのように渦巻いている。やばいやろそれ。大量のエーテル？どうしてそんなものがここに？私にもそこまでは。まあ、何にせよ俺たちにできるのは乗り込むことだけだろ。行こうぜ。俺たちを招待したことをクイーン・オブ・アイスに後悔させてやる。うん。おーな、見てよかった。アイテム発見。宝箱発見。うわ、5万タブレット。あ、これあれ買えるわ、あれ買えるわ。ちょっと戻っていいかな。いや、それは良くないよね。まあ行きましょう。え、どっから入っていけん？あれ？ちょっと待って。ちょっと待って。ねえ。これちょっと待って。あっち側？
ちょ、ほんまにさ、いや、え、あれ、入られへんねんけどって、思ってもうたんやけど、それ、俺だけかな。お、なんか、あ、こいつは、こいつらはまだそこまで強くはなさそうな気がする。おお、一発一発、いや、一発じゃなかった、死ぬじゃん。それなんか。あー、ちょっと待って、あー、うーい。あー、そこまで強くはなかった。よかった。助かったー。9800、すごいな、経験値も。ここまで来るとラストやから。あ、こっちっぽい、こっちっぽいぞ。あ、なんかおる、これ。敵、あ、敵や。わからねえ。なんかもうオブジェクトかなって一瞬思ってもた。なんか、ん、これ敵かーって思いつつ近寄って戦う、出てきたからわかったけどさ、新しい敵出てきたよ、しかも。まあ、さっきから新しい雑魚敵出てきてるけど、雑魚じゃなくなってきてるからな。もう中ボスだけの強さがあるのは、俺の気のせいかなっていう。ああ、まだ死んでなかった。死んでなかったよ、勇気。ありがとう。おーし。癒しの力。助かった。ありがとう。おっしゃ。ナイス。ちょっと待って。何？あ、EP か。EP 回復するやつか、あいつは。そういうのはやめてよ。よっしゃい。どうだ？あー、そういうタイプね。もうちょい、もうちょい。もうちょい。あー、コン。あかんかん。あ、コン。いいかな。あー、また EP 削られた。でも相手が EP を回復した時にはもうすでに遅し。そういう終わり方やったな、はっきり言って。されないとこはを手に入れた。されないとこは、せれないとこはか。え、分かってないよ。こっちから行けるっぽいな、やっぱ。近くまで来たのはいいけど、この城ってどうやって入るんだ。うん、どうやら直接地上から城に入ることはできないよ。一度地下に降りてから城に侵入するしかないみたいね。どこか地下に降りられる場所を探しましょう。うん、もう見えてるけどな。もう見えてるけどなっていうな。うん、まあ、ひとまずここでちょいとスキルちょっと変えて買っておきたいと思います。それやねんな、ほんまに。セレナイト、レディーセレナイト、こいつか。こいつっぽい。あ、こいつできるわ。じゃあ作っとこう。合成しましょう。よっしゃ、レディーセレナイト。よっしゃ、行こう。デイデイデデデデイデイ、行こう。思った矢先にショップから動い瞬間に出てきたよ、敵が。レディーセレナイト、こいつら。お、2匹同時倒したよ。いいね。でもいいね、こいつらは。まだここに来て初めて出会った敵が、あの1000以上超える雑魚敵やったっていう。雑魚ちゃうやん、もちろん。ボスやんか。すごい、1万以上いってるで。ここやな。うん、じゃあ入っていこう。まあ今回はね、あともうちょっとやって終わりにしたいと思います。どこだ？お、アイテムあった。宝箱あったよ。あ、ここから降りれるんか。ちょっと降りていってみよう。ここやね、まずね。8000タブレット。ああ、なるほど。ここはこれだけかぽいな。ちょっと他行けるかどうか見てみましょうか。いやー、行けるところは大抵今のはそこだけかな。そんな気がするよ。うわ、なんか強そうな敵出てきたね。え、何こいつら、ちょっと怖いんやけど。顔いかつすぎへん、こいつら。顔いかつすぎへん。てか
HP 弱すぎへん？ねえ、出てはこれ、やばね。よいしょ、頼むで。よいしょ、オーライト、おーい、マスキーか、怖っこいつら。グラビティ、グラビティって 何が効果としてあるんかわからんに、わからへんねんけど、どうしよう。まあ終わったな、相手はな。ちょっと怖いわ、こいつら。あ、まあそこまで TB 引くTB 引く180かよ。獲得的タブレットのあのスキル、そのままやったまんまやで。スキルつけたまんまやで。それで180ってやばねえか。え、これ向こう行けるし、あっちにも行けるってパターン、どっち行ったらええや、わからんぞいまあこっち行ってみようと思ったら、あー来た、あーアイスオール、右腕が、あつま大丈夫じゃないやろ。なんとか収まったか。それにしても何なんだこれは。ゴーレムの死骸かしら。まさかこれさ、どうやらこのゴーレムにヘーテルが注ぎ込まれているようですな。どうするの、こいつ潰しとく、うん、下手に手は出さない方がいいんじゃないじゃん。同感、触らぬ神になんとやらだな。たせりなしね。俺たちの相手はクイーンオブアイスだ。こいつはほっといて先に進もうぜ、うん、どうしたのライガーのおっさん。いや、なんでもない。いや、言った方がいいよライガー。なんかライガ、なんか絶対何か気づいとる感じあるよこれ。でこっちだってんのなあこれ、合ってんの。いや出てくるのか。まあそうやな、フィールドやもんな。まあしゃあないわ。お、何、新しい敵が。おっしゃい、おーい、よいしょい。ちょっと待って、そんなせんでいって、そんなせんでいってって言うの。おー、まずいか、まずいか。あー回復されたよ、手が。あーダメージ、あーダメージローやったけど、そっちの方が嫌やわ。やばい、あ死ぬ。あれ一匹、あ一匹違う。あーアツマ死んだ。ああ、はい。よっしゃ、おーい、素晴らしいよ、素晴らしいよ。あー、よかったわ。一匹は倒したけど、あー、アツマは、あー、死んだ。あ、これちょっと、やばい。ちょっと死ぬ。ちょっと死ぬ。ちょっと死ぬやろ。そういうのいらんから、相手を攻撃してくれ。出ないと終わらんで。お、一匹ダウンした。うわ、終わった。これさ、オートでこんだけヤバいってヤバくね、敵。見分けかけちまったな。終わりって、お、ほんまに終わった。やった、怖かった、マジ怖かったよ。余裕余裕。うわ、すっごいなんか VP 消費するんですけど。ちょっと待って、マジかそれ。これさ、行くとこ合ってんの。あ、どっちみちこっちで一緒になるんかぽいな。よし、うん、どっちにいても一緒やったって感じやね。よかったよかった。うん、ちょい待てい。よかったよかった。
うわ、なんかめっちゃ出てきたけど、5匹か。大丈夫？おしゃい、どうだ？マジかこれ、めっちゃ強いよな。切れてさ、痛い。ちょっとやめて、やめて。今日アツマやられとんねよ、ほんまに。切れてさ、勇気もなんかグラビティされとるで。おしゃい、おー、もうちょい。オッケー、終わった。よっしゃー、よし、ナイス。いやー、素晴らしい。あと一匹、頼むで。直さんでいって、別に直さんでいっても終わりやねんから。オートってほんまそこら辺やばいよな。空気はやばいよな。まあオートやし、ゲームやしね、それはわかるけど、まあ、タブレットす、まあそんな感じか。それにしても VP 消費量半端じゃないんだけど、大丈夫これ、マジで大丈夫。よし、中層来たね。どうだ？お、奥くんよがいす。もうすぐ、あなたのお友達がやってくる。それにして、ねえ、ネズミさん、また来た。来たよ、謎の男。しつこいわね。クイーンオブアイス。なあ、ネズミさん。ネズミさんになってるよ。賭けを。しないか。賭け？ああ。これから私とお前で、決闘をしよう。その決闘の間、当夜の意志を拘束しないでほしい。その間に、あの坊やの右腕に、当夜の魔導機としての機能を無効化するつもり。そうだ。なぜ私がそんな賭けに乗らないとならないのかしら。怖いのか、臆病なゴーレムなんて。滑稽だな、クイーン・オブ・アイス。ただの悲劇が人間にでもなったつもりか。蒸発しているつもり。そうだ、平気にも私の気持ちが通じて嬉しいよ。嬉しいのか。いいでしょ、乗ってあげる。あなたは死ぬわ。さあ行け、トウヤ。私はできるだけ長引かせる。その間にケリをつけるんだ。わかった、ありがとう。あらあら、いっちゃん、あんなに急いじゃって。かわいい。かわいいのか。さて、ネズミさん、あなた本当に私と戦う気？この私をそう簡単に片付けられると思うなよ、シルカマネ。だが、賭けには勝たせてもらうぞ。来い。だからだ、だからさ、もうずっと謎のところのまんまやねんけど、ちょっと名前知りたい俺。そういや、あの、なんかなんだか寂しいところだな。うん、アツマ。いや、なんでもない。うん、ほんの少し右腕が共鳴しただけだ。あのクヒ男っていうのもずっと、なん、私の真の名前はって言った後に、何もお前クヒアリカで十分だみたいな感じでクヒ男のままやったしね。もしかして謎の男もそのまま。クイーン・オブ・アイスが何かしているって。わかんねえ、とにかく悩んでても仕方ない。行こうぜ。まあ行きましょうってことなんですけども、今回はここら辺にしておきたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。次の動画で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。もしよければね、チャンネル登録のところを3回ポチって登録お願いいたします。Twitter の方も同じでね、3回ポチってフォローお願いいたします。僕はね、YouTube 上でゲームタイトル54縛りというものをね、一緒にやっております。
詳細はね、概要欄のところにパート1を集めた再生リストの URL と Twitter の URL とともに書いてありますので見てください。ではさらば。